はい、本日も始まりましたコレパ放送局。今回は総合ディスカウントストアドン・キホーテと文豪ストレイドッグスのコラボキャンペーンが開催されるということで、こちらの情報をお伝えしていこうと思います。文豪ストレイドッグス、名前がねちょっと一瞬噛みそうにはなるんだけど、原作が朝霧かぐかさんによるヤングエースでもね連載をされてるね、ブンスト、もう女性人気すごいね漫画ですよね。こちらアニメも面白いんですけど、映画もね面白かったんですけどね、アニメも面白いですよ。はい、こちらはジャンルとしてはね異能力バトルアクションっていうね、ちょっとね想像つかないですよね。文豪ですよ、文豪、文豪ストレイドッグスっていうね、ストレイドッグスの意味がちょっとわかんないですけど、文豪はわかります。はい、文豪ね、太宰治とか芥川龍之介、中島敦とかねといったね文豪がキャラクター化されてるっていうね、ちょっと想像がつかなかったんですけど、意外と面白いっていうね、文豪がイケメン化して能力バトルしたら面白いんじゃないかっていう風でね作られたらしいんですけど、舞台が横浜市っていうね、なかなか面白い場所ですね。はい、こちらがグッズになったということでね、はい、ドン・キホーテさんから販売されるということです。はい、全国のドン・キホーテ対象店舗にてアニメ文豪ストレイドッグスの限定オリジナルグッズの販売が決定と。当社オリジナルのアパレルグッズや今回のために書き起こされたイラストを使用したグッズが販売、この機会にぜひお近くのドン・キホーテ店舗へお越しくださいというふうになっております。こちら開催期間が2022年6月18日土曜日朝10時より、なくなり次第終了ということでね、販売開始されますので、はい、お早めにぜひお足を運ばれてはいかがでしょうか。商品はなくなり次第終了ということですね。で、当日整理券を配布する場合がありますので、ね、あらかじめご了承くださいというふうになっております。ではでは早速商品の紹介していこうかなと思うんですけど、1つ目、ビッグ T シャツ武装探偵者バージョンとポートマフィアバージョン、各2750円の税込み。サイズは F ってことはフリーですね。はい、サイズはフリーで、身幅56センチ、着丈78センチ、肩幅54センチ、袖丈が25センチ、裾幅が56センチ。いや、細かく書いていただいてますけどね。はい、2種類ですね。バックプリントの方が大きくて、表側に武装探偵者とポートマフィアっていうね、風に文字が書かれてる感じかな。はい、そんな感じです。武装探偵者バージョンの方が白で、ポートマフィアバージョンが黒かな。もしかしたら逆バージョンもあるのかもしれないですね。はい、続いてがクリアカード4枚セット1100円の税込み。サイズが 85mm×118mm。 はい、クリアカードなかなか面白いものを売るのね。ああ、そういうことかな。インスタ映えとかね、そういうものに使えるクリアカードかな。もしかしたらこれをカメラにねはめ込んでっていうかね、向こう側に当ててキャラクターと一緒に背景撮るみたいな感じかな。キャラクターとしては中島敦、太宰治、芥川龍之介、中原中也。中原中也って実はね、僕ね友達のね名前にね同じ名前の方がいるんですけどね、はい、文豪ではありません。はい、文豪といえばね、皆さん誰を思い浮かべるかなって感じはしますけど、結構僕太宰治のね作品が好きで、走れメロスとか人間失格、車両とかね、この辺もねめちゃめちゃ有名なとこですよね。はい、こちらは読んだことある方多いと思いますけど、ちょっと、ね、僕が好きなものでちょっと例えてみると、あの女生徒っていうやつとか、富岳百景、こちらの作品も面白いんで、ぜひね文豪ストレイドッグス、まあ多分ね女性の方多いと思いますけど、こういうものだったりとかもあるのでね、こういうのもね実は読んでいただけると面白いかもしれないですね。まあ、キャラクターのね紹介をしたついでにね、ちょっと僕の好きなもので悪いんですけどね、そちらの方ちょっと紹介だけさせていただきました。はい、皆さんはねどんなキャラクターのどんな作品が好きなのかね、よければコメントいただけると嬉しいです。はい、続いては缶バッジコレクションリゾートバージョンランダム全10種550円の税込み。サイズは 57mm ですね、直径 57mm、 ちょっと気持ちいい 56mm、 通常 56mm 多いですけどね。はい、こちらは10種類、中島敦に太宰治、芥川龍之介に中原中也、ちょっと白黒バージョンみたいな感じのやつが4種類あって、
長嶋淳と太宰治、芥川龍之介と中原中也のペアっていう10種類です。はい、ランダム全10種、これなかなかね揃えにくいかなと思いますね。はい、続いてクリアファイル4枚セット1320円の税込み、サイズは A4 サイズ。いや、これはありかなと思いますけど、 A4 サイズの半分にキャラクターがいて半分に背景みたいなね、そんな感じが載ってますけど、これはこれでかっこいい感じしますね。はい、決めてる感じがしますよね。はい、続いてはアクリルスタンド全4種各1650円の税込み、サイズが165から180で、横が50から55センチっていうことで、センチはおかしくないかい？はい、おかしいよね。サイズは多分センチって書いてあるけどミリだと思います。もうこれ等身大ですからね、そうなっちゃうとね。はい、続いてはアクリルキーホルダー全4種各880円の税込みで、サイズが96の80ミリ。はい、これはねちょっとねありかな、うん、線画みたいな感じでね、なかなかこれはこれでかっこいいですよね。はい、最後ポーチ1980円の税込み、サイズが 17.5センチの15センチ。ポーチやっぱり女性向けって感じですね。注意事項としてお一人様1商品1点限りとさせていただきますと、キャラクター違いサイズ違いは別商品扱いになりますので、全種類揃えることは可能だと思います。で、ブラインド商品はお一人様1会計につき1ボックス分まで購入可能ということで、1ボックスがね5個なのか10個なのかちょっと分かんないですけど、今回10個じゃないかなと思うんですけど、多分10個で揃うのか怪しさ満点ですけどね。はい、お店の外に出てからね開封されて、はい、お仲間と交換されるのが一番いいんじゃないかなと僕は思います。はい、当日の状況に応じて一度にご購入できる商品数に制限をさせていく場合がございますというふうになりますので、もしかしたら一気に全部買うことは不可能なのかもしれないですね。はい、でもまだよっぽどないかなと思うんですけどね。はい、その辺僕が言ってもしょうがない、しょうがないところではあるので。はい、ということでドン・キホーテと文豪ストレイ・ドッグスさんのコラボキャンペーンが開催されるということで、6月18日土曜日朝10時より全国のドン・キホーテ店舗さんでねやってます。やってない店舗もあるのでね、一応そちらの方概要欄にホームページ貼っておきますので、そちらの方はね確認してお足をお運びください。そんな感じでね、文豪ストレイドッグス、こちらのコラボキャンペーンの情報をお伝えしてきました。今後もね、こういうイベント情報だったりとかね、サブカル関係、ありとあらゆるものの情報をお伝えしていこうかなと思っておりますので、よければチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。はい、そんな感じで、さよなら、バイバイ。